みほとけチャンネル。どうもみほとけです。ナム、そしてナム松村邦弘です。よろしくお願いします。はい、松村邦弘さんと鎌倉に来ました。いや、よろしくお願いします。嬉しいね。なんか年にね、こんなにみほとけちゃんと仕事してるって、これ今松本拓さんに多いですか僕鎌倉っていいとこですね。いいとこですね。今度目の前はあのおなり小学校っていう。おなり小学校。はい。あのおなるのおなり。さっきだったら住所がおなりでしたもんね。あの病院もね。この目の前のおなり小学校はあの神様、天皇陛下がおなりになりますっていうので、おなりおなりって言いながらここを練り歩いて、あの天皇陛下が降りたっていう。あ、なんかね、人力車のね。若い人がそれ説明してました。僕はほとんど聞いてなかったけど聞いてくださいこれは明治時代に建てた建物で、ここを、まあ、あの保存しようというので、これよりちょっと行くと資料館ありますよね。お母さん、あります、あります。この奥の僕ここ通ったんですよね。したらな、ここ通った時一気に雨が降っちゃったけど、あらあらあら、あ、でもせっかくだから当たろうかなと雨に。かっこいい、いいですね。なんかね、一人の人力車の自然に当たるのもいいですよ。一人ですか、雨に当たったのお一人で。うん、あの人力車のおじさんと一緒に、お兄さんと、はい、あ、一緒に、いいですね。その方とね、また会ったんですよ、この間見に行った時。鶴岡八幡宮の会を見る時に、はいはいはい、やっぱ前もってちょっと見とこうかな、もう一回。あ、じゃあ、あの工業の暗殺事件の前に一回見とこうということで、うん、もう一回、もう一回見とこうかと。すごい見たんだけど、はい、やっぱなんかもう一回ちょっとこう事前にね、そうですね、確認しといて、距離数とかさ、はい、でも場所も違うのかもしれないけど、でも、はい、倒れた場所もあって、新しい息吹もね、はい、800年経ってね。そうですよ、今またあの木が倒れたところからね、芽が出始めてますね。あれが僕ね、はい、毎回でもね、僕ね、はい、旅番組一回行った時は、はい、まだまだあのイチョウの木残ってた。もう10年近く前ぐらいじゃないですか。うん、へー、全然前でしたけど。でしょ、はい、ここ左見てください。こういうあのちょっと工事現場みたいになってるところあるじゃないですか、うん、こういうところは大抵発掘調査をしてるんですよ。へー、今も発掘が続いてるんですか。そうなんです、鎌倉本当に5メートル掘るだけですぐ中世の鎌倉時代の遺跡が出てくるんですね。なのでそこ一回調査しないと上に建物建てちゃいけないので。じゃあ上に建物がないよね。そうなんですよ。ちょっとなんかこの左行くとあのあれですよ、京都と一緒だ。そう、それで高さは制限されてるの、ね、はい。このお寺も、あ、ここね、僕人力車で通りました。あ、ちょうどそうだ、左側に寿福寺見えてくるね、この後ね。寿福寺、はい、ちょっと行ったんですよ。そう、さすがです。実朝の、はい、お墓がね、お墓と、はい、政子の墓もありますよね。あります、あります、隣同士で。うん、金剛力士堂って寿福寺の中にあるんでしょ。あるんですよ、ね、そうなんです。私は拝んだことないですよ、いや、僕らもね、見れないって言ってましたよ。そうなんですよ。ちょっと早口だから YouTube で向かないかもしれませんね。焦っちゃってるからみんな、俺それぐらい興奮してるから伝わらない視聴者にね。いいです、いいです、多分それぐらいがいいんですよ。いや、もういくらでも。ここ通ったもん。はい、そうで、ちょうどここが、はい、寿福寺さんで左手に見えますのが、こっちの上が寿福寺でしょ。はい、ここ普段は入れないんですけど、行くまでの三門の道が綺麗ということで、はい、季節ごとに紅葉だ桜だって見れて、新緑だっていうので、三門に行く道だけでも楽しめる。なんか有名な方のお墓があるんでしょ。あ、ここは文豪とかのお墓も多いです ね、はい、その先が永昌寺っていう、永昌寺、あの日本一番最古の天寺ですね。一番先の天寺に作ったっていう、そこの天寺はあれです。お母さん、後でナレーションつけてくださいなんか田口智郎みたいにねえ、いいですね、うん、ちょっと自分としては声がちょっとやばい、ね、自己管理が悪いですしっかり怒るんですよ、松村さんも。道が狭くて、ね、あ、なんかこういうのもいいね。川ですよ ね、 川もね、小さい川も多いですよね。綺麗、なんか、はい、お母さんは運転もできるし声もできるからいいな。そうですか、じゃあこうメーターちょっと上げましょうか映画館、川北さんの。こっちからこう入ってたんですね。中入んなかった、時間もないから。そうなんですよね、うん、鎌倉本当にいろんな場所がパラパラパラってあるんで時間が少なくなっちゃうんですよね。あ、この井戸
はい、これ古い井戸なんです、鎌倉時代からある。へー、すごい井戸がある、はい、映せないもんね。そうですね、まだ後でインサート撮っときます、ね、手しか映ってないと思う手と顔ばかり手振りが多いからそうですねでこの黒金の井戸っていうのが八幡宮って、その鎌倉時代は当時お寺だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんで仏像とか観音様たくさんいて、で明治時代に廃仏毀釈って言って神社とお寺分けましょうってなったんで神社になったんですね。でただその昔お寺だったっていうので、そこにいた仏様がどんどん燃やされたりとか捨てられてたんですけど、そこの黒金の井戸っていう井戸の中にこんな大きい観音様の鉄のお顔がドボンって沈められてたっていう話があって、鎌倉時代のこんな大きい観音様のお顔が。すごい、まさか松村邦洋さんを私の車に乗せるとは。いやいや説明したんですけど、だけどね、子供孫子の代まで伝えるもう、ね、大感激です。僕と一緒なのよ、あの身振り手振りのモノマネ師だからずっとここ手が映ってるんだ、こうやって手の映像になってます。これをね、はい、手をね押さえたらね、はいはい、言葉が出ないんだよ。僕もそうなのよ。あのね、そう、手がね、こう先に動かないと歩くと喋れるようにね、手が動かなくて喋れなくなるんだよね。じゃあ今手が動いてる、まあ、でも、まあ、僕ちょっと長くやってると落ち着きが出てきましたね私結構相当手動いてますかね。すごく動く。あ、自覚なかったです、そんなに手をね、はい、動かす人手止めたらね喋れなくなるんですよ。ダメな、私もそうですね、喋れないです。あとね、手やると覚えられすぎるんですよね、うん、これこれこれって3つをやると、虎の国、虎の年、虎の国、虎の年、虎の日、の日か、ミトラなんですよ。あ、ミトラの誕生日ですか。うん、はー、今日はまさにこのミトラの、熱くないですか、大丈夫、うん、そうだね、ミトマ、サッカーはミトマだけど、はい、鎌倉はミトラだからトマとミトラ、はい、ミトラ藤原の頼常、はい、藤原はどうして源にならなかったんですかね。藤原ってでも九条家の九条義経道家、はい、だから九条義経の常をいただいて、はい、頼朝の頼いただいて頼経なんですよね、はい、だから僕ら義経の常かなと思っちゃってた。おじいさんが義経なんですね。あ、九条義経、ね、あ、別の義経だったっていうことですね、うん、あの源の義経じゃない義経、良い常なんですよ。へー、いい常、すみません、はい、こちら法海寺、ちょうど先々週の紀行に出てたここのお寺さんは北条氏の屋敷跡に立っているのが、はい、北条氏の本当なんで、北条一族を供養する塔が中にあって、この辺学校がないですかね。学校はこっちかな、こっちです、ね、こっちか、ちょうど北大附属小学校、頼朝の寝室が今学校になってるって言ってましたよ。 それは聖戦小学校、あ、聖戦小学校、はい、キリスト教系の学校でしょ。そうです、そうです、さすが詳しい。やっぱりやっぱりなんか聖がつくと、松田聖子の聖がつくと、はい、キリスト教系ですよね。そうですね、聖光学院とかね、はい、山口もね、聖光っていう私立にね、あります、ありますね。やっぱ聖がつくとね、松田聖子の聖がつくと、ね、やっぱりこうキリスト教系。あれがただこの聖心小学校の聖は、清水寺の清の聖、そうなんすか、実は、はい、清い泉で聖心、中畑清さんの清ですか。あ、そっちですね清水明さんの清です清水明さんのね、うん、そうか、そうなんです、清少納言だ、清少納言ですね。あ、それから左手に見えますのが、ここも通ったな、はい、あ、そう、絶対通ってますよ、はいここも通った、はい、ここ今ちょうど左手になったお寺さんが杉本寺って言って、鎌倉で一番古いお寺さんです。へえ、なんでその頼朝さんらも絶対にお参りしているに違いない、杉本さんってお寺、杉本さんっていう寺なんですよ、はい、鎌倉144お寺と神社がある。 144! この狭い中にただの16万の人口 で4つが神社なんですよ。それの一番大きいのが144、どこ行っても戦国祭ですよ。わ、僕一番だと体重が多いのが141の時あったけどじゃあ鎌倉の方が上ですね。病院ですね。病院。今岡の打点ぐらいあるな、店からの。打点ぐらい出てきますね。ここは一条維管山荘と言いまして、京都の、ここの皇室の
家をそのまま移築して、だから武家時代、一条さん、そう武家時代のすごい荒々しい鎌倉に、なんか本当京都に来てるようですよね。そうですね。それよりもこうむしろ道が整備されてなくて混沌としてると思います、鎌倉の。でもなんか本当、はい、鎌倉っていうのは、電波少年の土屋敏夫さんも鎌倉住んでます。そうですよね。だからあの売店のね、はい、お兄さんがね、はい、土屋さんいつも来るよって言って、俺土田って聞こえてきて、はい、あれ何お宝の U ターンの土田くんが住んでるのかなと思って、よく帰れ土屋って言ってます。土屋さんね、はい、土屋さんはその自然を見てるとインスピレーションが湧いて、いい企画が浮かぶそうですよ。あ、はい、山とかね、海がたくさんあるので無理難題が浮かんでくるんでしょうね。そこで浮かんだ無理難題に松村さんがご出演されるということで、うん、まあ、僕の時はまだ落ち着いてたけど、はい、その後のナスビとか、はい、有吉くんドローンズは大変だったでしょうね。もう全部すごいっていう、その大変そうっていうのは丸々スケジュールを上げてたから、家から通うタレントはいらないって言ってました。極端ですね。あの丸々スケジュール預けてくれるタレントが欲しい、はい、どれぐらいじゃもうこの日この日じゃなくて全部。そうなんですよ。僕はあの通いだったんで。あ、そうですか。電波少年はね、途中から寮の時代になるんですよ。へ、他の番組できない電波少年にの寮の、だからナスビなんか一日中そこに行くわけですよ。4ヶ月だって、みほとけちゃんとか朝日が許さないと思うよ。 YouTube やりたいし、いろいろやりたいし、4ヶ月は日テレに4ヶ月、日程4ヶ月、まあちょっとね厳しいですよね。しかもなんか、ね、郵便かなんか届いたのだけが、はい、生活できないですもん。そうなんですよ。あ、そろそろ来ます。はい、間もなく到着です。なんかどっかお寺来ましたよ。ここだ、はい、到着しました。妙これ妙院、はい、妙院さんです。では駐車したら降りて、ちょっとお参りいただきました。ありがとうございます。明王院さんのご説明をお願いします。そうですね、明王院というお寺でございます。鎌倉幕府の第4代将軍で、藤原の頼朝公を、ミトラじゃないですか。そう、ついこの間朝日さんです。若木さんが、いや国のために祈る、そして勉強する場所にしましょうということで、やっぱり徳宗家のトップですもんね。そうですね、佐々木さん、だからあの、いや、あの義時が、うん、